こんばんは。時間の生日記、明日は初日です。あら、あわやさん、いいのなんか素敵じゃないですか、それ。来たてほやほやの、森の超可愛い別の場所の台本です。近い近い近い。すぐ寄る。近い近い。お嬢様。ちょっとおしゃれだね、これ。なんか、ちょっと私今、油が、油がね、はいはい、製本された。あ、すごい綺麗。これ私欲しいな。見やすい。そう、サイズがいいよね。いい、いいな、これ。なんか、設定。そう。いいね、いけてる。ところでみんなおしゃれじゃない？そうなんだよね。着てるものがさ、あれ？それね、かっこいいですね。あゆみちゃんもそれ、え？なんか、いけてるんじゃないの？オーバーサイズをおしゃれにしてるでしょ？なんだこれ。この、どこで買ったっすか、これ。これ、どこで買ったっすか、知りたいなぁ。どうしよう、あの、教えてよじゃあ、秘密だよ。うん。もういいかな。あの、これ、森の別の場所、絶版コーナーで、はい、2300円で販売してる、はい、森別。1個手作りの上に。しかも、すごい、今回すごいんだけど、プリントして、そこに布が貼って、あ、そうだよね。さらにその上からプリントされてるっていうのが、世界初ですよね。世界初。で、この戯曲は日本初演。お、すごいですね。初物はめでたいって言います。てかそう、緑も黒も超可愛いですし、これがね、いろいろお気に入りを選びたいと思うんですけど、手作りなのでね、売り切れてしまっていると、だんだん希望の柄がなくなっちゃうので、早く来て、早かった方がいいんじゃないかな。明日が、明日、発売日。しかもなんか、あったかい飲み物があるとはさ、へぇー。おやさん。そうなんですよ。茶番よりもはっきり言ったらいいんじゃねえの。ホットワインをご提供いたします。あわや。いや、すごいね、はい。寒いくなった時期だから。はい。ここなんか邪魔なのかな、じゃあ。楽屋です。楽屋です。イェーイ。あれというわけで、明日11月1日金曜日19時から、時間通森の別の場所初日です。シアター風刺家電にて行います。見に来てください。オープニングレセプションもあるし、あと可愛いお土産もプレゼントいたしますので、ぜひぜひご来場ください。じゃあね、待ってます。